爽やかで素敵高橋海との新 CM も話題金プリ長瀬連社長なんです僕、会社設立ほか激動の上半期を語る。キングプリンスの長瀬連二25が7月4日放送のラジオ番組、キングプリンス長瀬連のラジオ GARDN、通称、にわラジ文化放送に出演。2024年上半期を振り返るとともに、高橋海と 25と設立した、キングプリンス株式会社にも言及した。長瀬は番組冒頭で、あっという間に2024年も折り返しということで、ちょっと上半期を振り返ってみると、ドタバタと切り出し、個人では、厨房のアリス、日本テレビ系東京タワー、テレビ朝日系などのドラマに出演。6月27日からは、ネットフリックスで余命1年の僕が、 余命半年の君と出会った話の配信もスタートしたと報告。金プリとしては花火大会、キングプリンスと打ち上げ花火の開催やサブスク解禁などもあったとした。続けて、そして社長主任などトピックも。社長就任触れてなかったよね。社長なんです僕、今。社長、いいっすね。気分は笑いとし。 会社立ててまだ落ち着いてない部分はあるんで、まだまだ仕事しながらバタバタするとは思うんすけど、そう考えると濃い半年だったなぁと思いますね、と振り返った。長瀬のトークを受け。社長なんですよ、今僕ってすごい一言だね、頑張れ。社長話もしてたね。まだまだできたバカだからやることもあるよね。見えない色々な仕事も増えてるんだよね。 今僕社長なんすよ、左強すぎ顔文字笑い。社長忙しいよねやることいっぱいなはずなのに、早く落ち着けるといいけど、色踊りじ動いて、くれてるんだろうと思うと泣ける。といった声が X、旧ツイッターには寄せられた。長瀬と高橋は4月8日に、キングプリンス株式会社を設立。所在地は所属レコード会社ユニバーサルミュージックと同じで、 スタートエンターテイメントとはエージェント契約を締結したという。スタート社との同契約締結は時を嵐に次いで3組目となった。キングプリンス株式会社の代表取締役には長瀬さんと高橋さんがついています。会社設立から3ヶ月が経過し、金プリ、そして長瀬さんと高橋さんもそれぞれ仕事に邁進してファンを喜ばせていますよね。 女性誌編集者。7月4日には、高橋と俳優の子孫順29が出演するユニバーサルミュージックの新テレビ CM、ハッシュタグ僕らの夏曲キャンペーン。夏の教室編の放映がスタート。同社ではこの夏、音楽の力で全国に元気を届けるべく、ハッシュタグ僕らの夏曲キャンペーンを実施。高橋。 子孫が選んだ楽曲のプレイリストや同社の夏曲を集めたプレイリストを各種音楽配信サービスで公開した。新 CM では高校時代に仲の良かった5人が久しぶりに訪れた母校で少しセンチメンタルな気持ちになり思い出の曲を聴き始めるという模様が描かれる。高橋と子孫が出演する新 CM に対し爽やかで素敵な CM 夏らしい爽やかな感じで何度でも見たくなります。夏が似合うカイトくんと爽やかな志トートくんの CM 見られるの楽しみを二人のプレイリストも嬉しいです。と好意的な意見が多数寄せられている。高橋さんの CM 出演は2022年放映のホンダ技研工業、ホンダハート以来実に2年ぶり。 キンプリが所属しているレコード会社の CM とはいえ、キングプリンス株式会社を設立したことで旧ジャニーズ事務所時代とは違う新たな契約形態となり、新 CM 出演につながった可能性もあるでしょう。キングプリンス株式会社での新体制がいよいよ本格的に動き出しつつあることが伺えるような展開ではないでしょうか。全土